はい、どうも、奈良県 YouTuber チャンネルリンボーです。今日はダイエット中っていうことで、超簡単なトマタマを作っていきたいと思います。では材料の方説明いたします。はい、では材料の方説明いたします。こちらトマトが3つ、塩コショウ、卵1個、油、そして残り物の麻婆豆腐ですね。これはあってもなくても全然大丈夫です。はい、ありきたりの材料です。はい、今日前髪巻いていました。はい。では作っていきたいと思います。これね、この麻婆豆腐はもう、なくても全然美味しいので、ただ、多分もう賞味期限がちょっと危ないので、これは今日使っちゃいます。まず、トマトを洗っていきましょう。適当に切っていくぜ。いや、違うな。やばい、肩ずれてきた、ずれてきた。なでがたさん。はい、OK。 はい、はい、トマト切れました。本当にエプロンすぐすぐ。これトマトをぶち込みたいと思います。これ入れますね。ナストンナイストンナイナストンナイストンナイ、ちょっと塩コショウポコ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 。はい、完成しました。手を合わせていただきます。いただきます。キュー。ほうれん草と一緒に入れてもすごい美味しいです。これ私の家庭では結構定番料理で、そのほうれん草と卵 と、トマトと一緒に炒めて食べてます。うん、ご飯が欲しい。いっぱい入ってるのでヘルシーだと思います。完食しました。美味しかった。もう一杯食べたい。ストレートだと思ってたんですけども、骨格ウェーブだったので、それに効くダイエット方法を、紹介して、まあ、1週間同じのをちょっと続けてやっていきたいなと思っております。1週間同じのを繰り返していくとどれぐらい痩せるのかっていうのをちょっと検証してみたいなと思っております。なのでまた後で会いましょう。頑張ります。YouTube チャンネルリンボー奈良県 YouTuber で登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっておるので両方ともフォローお待ちしております。
以上、リンボーでした。またねー。